はいはい、皆様チョメ番はありがとうございます。さくらチョメ吉のチョメチョメクラブ、今月の放送もいよいよスタートいたしました。いやいや、ありがとうございます。この番組の司会を務めますのはビューチフルズのボーカル、ピンクの貴公子さくらチョメ吉でございます。今夜も画面越しにチョメちゃんを見てくれてるそこのあなた、チョメルシーやらりんかでございます。はい、ということでね、今日は11月1日ということで、早いもんでね、今年もあと2ヶ月で、終わってしまうんですけれども、まあ年末もね近づいてきたこのタイミングで、今日は皆様に嬉しいお知らせがございます。なんとですね、この番組ね、さくらちょめ吉のちょめちょめクラブ、本編が終わった後にアフタートークを収録して流してしまおうという、こういった内容のですね新番組が今月からスタートいたします。いや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 、その名もちょめちょめクラブアフターということでね、え、来週だから11月6日月曜日から1週間リピート放送で流れるんですけど、なんと時間帯が23時半から24時ということで、誰が聞いてるんだって感じですけど、逆にちょっとあの深夜放送っぽくね、ちょっともしかしたらゲストがいろいろはめ外すかもしれませんが、その辺も楽しんでいただきながら、この番組ね、アフターの方もどうぞよろりんこでございます。さあ、ということでお時間が迫ってまいりました。今日はこれから本編と、そしてアフターでも活躍していただきます今日のゲスト紹介しましょう。もうこの番組ではすっかり常連中の常連ですね、長野が生んだ双子ユニット、アランヒルズです。大きな拍手を。いいねいいね、なんか秋っぽいファッションでいい ね、 ね、ありがとうございます、ね、今年はこれでいっちゃう感じで。でもまた冬になったら ね、もう少し暖かそうなやつに次またね、はい、来ちゃうかなということで、ね、アランヒルズは確か今年の3月にこの番組出てくれてるということで、はいはい、だから何ヶ月ぶり ?8 ヶ月ぶり、あ、ちょっと お久しぶりでした、ね、でも一番最多なんじゃないですか僕らが。そう、あのゲストね、結構佐々木さんも多いけどね、アランが多分トップだね。トップでしょ。トップだと思います。6か7か6か7か結構いってるよね、はい、チョメさんと話したくて。そう、来ちゃうんです。ありがとうございます本当に、ね、でもまた来ちゃった。逆に俺がアラン君の番組ラジオに出てたりするんで結構会ってはいるんだけど、はい、それでもこの本番始まる前の控室で散々喋ってて、散々喋ってる、まあ、ある意味あれが本編だとすればこれアフターだよね。もうでこの後のアフターがアフターアフターな感じだよね。アフターアフターですそんな言葉二次会ね、あ、三次会、三次会、三次会、でも散々喋ってますけど、はい、まあでもまだまだ話足りないので、この後なので、アランヒルズのスタジオライブがありますが、その後またチョメキチとの、トークライブもあるので、はい、今日は1時間どうぞよろりんこでございます。お願いします。お願いします。じゃあ正しくんはギターの準備をしてもらって、はい、今日はどうしよう、たくみくん、はい、どんなライブを見せてくれるんでしょう。今日はですね、はい、ちょっとワンマンも近いということで、うん、ちょっとその辺も考えた感じのステージをできたらいいなと思っております。今日は本当はだからトークいっぱいしたいからスタジオライブ短めなんて話もしてたんだけど、はい、サウンドチェックの時に、はい、チョメちゃんがあの曲聴きたいなとかポロッと言っちゃったもんだから、はい、もしかしたら急遽追加しちゃうかもしれない。まああの時に一回ライブ終わってますから。そうね、もう一回終わってますから僕らはリハーサルないんですよ。この二人すごいのが、俺が一言ポロッとワンフレーズあの曲ポロッと言ったら瞬間にいきなりやり出すっていう ね、 そうですね。しかも全然もうコードも間違えず覚えてるし、歌詞も覚えてるし、まあそうですね、すごいな。やめて、あんまもう、もうやめよ。大丈夫、もうやめ、いきなりハードル上げすぎない方がいい。あのね、兄さんはいつもハードルを上げちゃってる。そういうことか、逆に苦しめちゃってるんだそういうことです。じゃああまりこれ以上言い過ぎないようにしたいと思いますので、はい、じゃあここで、アランヒルズのライブスタートです。大きな拍手を、ね、よろしくお願いします。それでは改めまして、せーの、双子でテンパで左引きアランヒルズです。それでは今日もここからつながっていけますように、心ここから。
笑って少しイメージを君が笑顔のイメージをいつも笑って少しイメージを僕も笑顔のイメージを oh, 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 oh.決めつけてるだろう限界でほらまだ答えは出ちゃいないだろう通過点、hey! 理屈へ理屈理屈がいつも邪魔をしてるけどただただまっすぐな思いを手に放つ放つのさ心ここから転がるように心ここからどこまでたどり着くのか空も風も何もかも心のままを映してるシンプルでいいのさ All right, oh, all right 歌いましょうか、hey! All right, oh, all right 大丈夫歌ってくれよ All right, oh, all rightか辛くないかと聞かれたら辛いけど幸せか不幸せか問われたら幸せだと答えるよ足りない毎日は希望を求めた証なんだ満たされないのは夢の旅の続きの証魂魂おお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 ここからどこまでたどり着くのか君も僕も誰も彼も心のまんまかを生きてゆく迷い悩み不安不満積もる終わらぬ道は続く光と闇宿すこの宿命だからそう動かそうこの運命 All right, all right All right, all right 歌ってくれよ All right, all right Everything's gonna be all right All right, oh oh Whoa, oh, oh, oh. 心ここから繋げるよ Whoa.ここからどこまでも行け彼方へ心つなぎ真心になる心のそこからのありがとう歌え叫べいつまでもどこまでもそうだ心ここからつなげるぜイメージを君が笑顔のイメージをいつも笑って過ごすイメージを僕も笑顔のイメージをずっと歌っていたいステージで僕ら笑顔のステージでずっと笑って歌うイメージを僕らしくいれるイメージを Yeah! ありがとうさあ8ヶ月ぶりのちょめちょめクラブちょっとご無沙汰しておりました。ちょめちょめクラブファンの皆さんアランヒルズです。イエイ今日もちょめちょめしちゃうね、この時間帯からちょっといかがわしい感じで響きがそれは兄さんの名前のせいだからそうだよねなんて名前にしたんだろうもう15年目らしいですけどあの人もねちょめって15年そうちょめって15年すごいです ねなんでも長くやってみるもんですけどもそのうちね、うん、
本当にチョメ兄さんは本当にいろんな司会とかもすごいでしょ、うんはいうんでこの間ね、うん、3月の話すると終わった後によく飲み行くんですよ、あの打ち上げ打ち上げなんつってね、うんうん、それね、すっごいしっかりした兄さんなんですよ。で僕がボーカリストとして一番恐れている兄さんでもあって、それはあのすごいからね、みんなが結構ね気づかないのよな、いつもチョメルシーとかやってっから、あの結構みんなあの、ね、ふっと見てるけど、あれやってる側からするとすげえことなんよね。でそれをねやって、まあすごいいつもしっかりしてる、そういう仕事もがっちりやるタイプなんですけど、うん、飲み始めて1時間ぐらいしたよね、 したね、したらね、あ携帯ないとか言って、うん、でね、携帯ないですか、それは由々しき問題ですねって、あのそれまで携帯を気にしてなかったんかいっていう、そうまずそこなのよ、うん、ポイントは出る時もね、そうだよね、だまあそうだし、まあ、着いたらさ大体こうどっかにこうある分かるとこ置いとくとかさ、ね、男だったらポケットに入れとくとか、ね、あの財布とかだったらあのいつも男は決まってるとこに入ってるじゃない、 でなんだかんだね、ないとさ、ないと不安になったりするじゃない、うん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 、そういうのないんだよ ね、 ねあの抜けてるところもそういうところもあって、可愛らしい兄様、ここに取りに戻ったらしいですね、 ね、そういうところも可愛らしいです、ね、まあ、そういう、我々だからね言えるこのチョメエピソードをですね、チョメルシーのエピソードですよ、チョメルシーのエピソードをちょっと織り交ぜながら今日も楽しくやっていきたいなと思います。最後までよろしくお願いします。さあそんなわけで次の曲いってみたいと思います。しっとり行きましょうか。あなたへ彼方へ。ずっと前から分かってた、どれだけ大切な存在なのかを、でもずっとずっと隠してたんだ。臆病だった今までの自分は、弱いとこもわがままもありのまま全て隠し続けていられない、この思い全てあなたへ、彼方へ、頬撫でる風とともに、いつからだろうこんな気持ち、今では存在意義にまでなってるよ、僕一人が思うだけじゃ足りないから、必要としてくれ、弱いとこを強がりを、ありのままでいよう、そんな時過ごしたいから、この思い全てあなたへ、あなたへ。
心の距離と体の距離は比例しますか？いても立ってもいられないこの想い全て集中してできます。いつも集中してますが、さらに集中しております。なんで？なんででしょうか。今日は漫画を読みましてね。漫画ね、今日はちょうど買ってきて、ブルージャイアントっていう漫画、俺も大好き、ハマってましたよね、うん、その新刊が、はいはい、あまりに情熱が止まらない感じで、情熱が止まらない漫画ですからね、はい、それでこうそういうのに感化されてこう毎回一生懸命奏でてるんですよ、その主人公がね。どんな漫画でしたっけ。もうサックスプレイヤーのサックスのね、世界に出てくる、うん、要するにジャズのお 話ですね。でもジャズのお話なんですけど、うん、ロックなお話ですよ、要は。だからそのロックするっていう、そのなんて言うんだろうな、言葉が、はい、その音楽的に言うとどうしてもこう激しい音でとか、 それがロックだと思い込んでますが、要するに歪んだ音でねとか、はいはいはい、強い音でっていうこと、ね、音のことを言いがちなんですけどみたいな感じのね。そうそう、ロックっていうのはそういうじゃねえんだよ。要するにその、まあ、こうこの会場であったらこの会場であったりとか、うん、あと絵であればその枠であったりとか、うん、枠ね、まあ、いろいろポスターとかも貼られてますが、はい、あそこにある額の中にあるものとか、はい、それを取っ払うということ。そう、そこから抜け出すとか、抜け出すっていうこと、はみ出す。そうそうそう、はみ出してることがロックアウトしてることなんで。だからうちのね、親父おふくろの時代だとちょっとこう不良だなんて言われてたけど、はいはいはい、まあそういうことなんですよね、きっと。だって多分昔はエレキがもう不良だったんでしょ、うん、だってこれをフォークギターっていう時代です。フォークギター、ね、フォーキーな、そう、フォークギター、アコースティックギターっていう前にフォークギターなわけでね、うん、ね、その前はクラシックギターだったわけで、クラシックギター、まあ、この弦が変わればクラシックギターですし、うん、ね、まあ、でもそこからどんどんこう違うもの違うものってこう抜けてきたものがロックしてるものであって、うん、それがロックと言われるようになったのは本当にこの時代のつい最近のことなんだろうけれども、そうね、常に新しいものが、新しいものって難しいですけどね、新しいものっていうか自分たちの中の新しいものを更新していくことがロックなことなんじゃないかと。そうですね、思いますよ。自分たちの中のそういう精神をいつもこういい意味で壊していったりとか、うん、っていうことを最近特にワンマンに向けてやっている。はい、真面目だな今日。どうしたの、やだ
びっくりしちゃった。いやいや自分でたまにはさこんぐらいのショーやろうよ。そうだよねあのみんながさもうずっこけないようなやつやってみようよと思って、最後の曲はですね、そのさっき言ったロックをする、俺たちなりのロックっていうのはこういうことなんだっていう曲をですね、示した曲になっております。聴いてください。 Next Exit。探してるふりなんだろう、なわかってんだろ。次の扉ふと耳通り抜けるポップソング、不意に心刺すメッセージ受け取る。名前を見て月のエンジン、ただ探してる次の名シーン。行ってみようか声のする方へ、感じる声、心のどこにいたってさ、地方はもう無限にさ、あるようでないようであるよ、ここに作れるよ。悪いもんじゃないかも日常、曇り空もいつかは晴れるでしょう。知らんうちに過ぎ去るブルーマンデー、あっちまにあっちまに明日が来る。さあ前を見て月のエンジン、今書き換えろ俺の歴史。行ってみようかすごいスーパーウェイ、感じる方へ、心のどこにいたってさ、四面楚歌ボロロロロロ、でもさ、あるようでないようであるよ、ここで作れるよ。思い通りにできんだ次の瞬間を、次の瞬間を、目を開けろ受け入れろ、そして立ち上がれ、目を開けろ受け入れろ、そして笑え笑え、心のどこにいたってさ、四方八方無限にさ、あるようでないようであるよ、ここに作れるよ。心のどこにいたってさ、四面楚歌ボロボロロボ、でもさ、あるようでないようであるよ、ここで進めるよ。わあはい、うう、うう、うう、もう一回行こう。うう、ありがとう。イエーイ。はい、ありがとうございました。アランヒルズにもう一度ゲナクショー。いやいや、なんか3曲しかやってないんだけど、すごい密度が濃かったね。ありがとう。いや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 、もうね、もうこれで俺終わりでいいんじゃないかと思って。ダメ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 。俺は、うん、俺たちは喋りたいから3曲したんだ。そっか、そうか、兄さんと、トメ兄さんと喋りたい。うん、なるほどなるほど。電波を通して喋りたい。そっか、公開で、で、うん、そう公開であえてね、うん、そう、あえてあえて。いやそうね、うん、だからもう本当に素晴らしいライブだったんですが、はい、じゃあそのね、このライブの感想も後ほど、はい、トークコーナーで、いろいろ喋ってもらいつつ、はい、じゃあこれからですね、会場の準備を東京に切り替えますんで、はい、それまで私のバンドビューチフルズのライブ映像をご覧いただければと思います。はい、ました。それではディレクターさんよろしいでしょうか。では聞いてください。ビューチフルズで朝ごはんの歌どうぞ。Yeah。
マイビーチフルーツのライブ映像、朝ごはんの歌お届けいたしました。ありがとうございました。イエーイ。朝だ朝だ朝ごはん。いやだから、ただしくんが
課長のあのギターソロ背中引きを、うん、あれはすげえと。あれは実は本当にすごいテクニックで、うん、あのギタリストでもできない人は絶対できない、うん、そうね。俺もどうやってんだろうと思ってたもんね。こっちの指っていうよりはこの弾く側の、うん、弾く側がやばいよね。そうそうそうだよね、うん、確かそうです、うん、だからね、こうやって弾いてるもんね。だから多分そうだよね、こうじゃなくて、こうやって逆に弾かないといけないもんね。そうですね、うん、そっか、やばいっすよ。僕いつもほら課長の逆を向いてるところを逆に僕はステージから見てるでしょ。もう散々いつもステージ上で笑顔で弾いてる課長がその瞬間だけ真顔ですから、超真顔でしょ。もうみんなが知らない真顔みんなは背中しか見てない、見てないからね。あそこ一番相当練習してると思いますよ。そうだよね、密かにね、課長やばいって言っててください。分かった課長結構褒められるの好きですということで、改めましてゲストトークのコーナーでーす。お願いします。よろしくお願いします。はい、ということで先ほどの、3曲のスタジオライブだったんですけれども、はい、改めて振り返ってみましょう。まず1曲目、タイトルは心ここからという、これだよね、はい、僕も大好きで、これはあの、はい、PV もすごい好きな曲で、あ、嬉しいです、ありがとうございます、ね、あの女子プロの、はい、そうなんですよ、ね、若手の選手とお父さんのものです、はいはいはい、そうなんですよ。なんかあれがいつもねこう映像浮かんでくるところもあって、あ、気持ちが熱くなるんだよ ね、 そうそうですね。結構ここだけの話、うん、あれあの制作秘話というか、うん、あの僕らその前にマイウェイマイアンサーって曲があるんですよ、はい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 、でそれも結構こうドラマ仕立ての MV になっているんですけ ど、うんうん、ある若者が上京して、うん、まあそのなんていうの、夢を追いかけ かけて、うん、でもなかなかうまくいかなくて、それでも自分たちの、まあ、答え、うん、ね、自分たちの道みたいな、自分の道っていうのを、うんうん、まあ、追い求めていくストーリーなんですが、その中に出てくるおじさんがいるんですよ、はい、ほうほう、肩をぶつかって、肩がぶつかって 怒る、うん、怒る、ああやってんだ、うんうんうん、みたいな、そのおじさんがあの心ここからのお父さん、お父さんです、うん、いやいいな、そういうのつながってるんです。だからぶつかったお父さんにも事情がいろいろあるんだ、なんでそんなイライラしてたのか、俺そういうの大好きなの、本当に同じディレクターさんとかと組んでやってる、組んでやってて、うん、で今後もそういう風にもしそういう風にやるんだったら、でそうやってつなげていきたいななんて思ってるから、つなげることもあるかもしれない、あるかもしれない、うん、じゃあ今度チョメ吉が肩ぶつかわろうかな目立つわ、目立つ、もうあのその大勢、その他大勢ではなさすぎる、なさすぎるねエキストラ感がな ないよね、はい、まあそういうね、ありがとうございます。いい、はい、そっか。そして2曲目、はい、この曲はタイトルはあなたへ彼方へという曲、あなたへ彼方へ、うん、はい、なんかかかっていますね、韻を踏んでる感じの。そうですね、僕らそういうの好きなので、心ここからとか、そうだよね、はい、あなたへ彼方 へ、そうそう、フィッチどっちとか、そうだよね、うん、だからこの曲は、どの音源に入ってるんですか。これはですね、はい、フィッチどっちという、うん、あ、フィッチどっちシェアードワールドという、うんうん、ソングスというあのアルバムにも入ってるんですけ ど、 なるほど、その前に出したコンプランプっていう、うん、ミニアルバム、うん、でドラムはボイスパーカッションで、お、うん、あのスメルマンの林義則、おお、スメルマンと、うん、クースっていう双子のね、うん、そのバンドがいるんですけど、うん、が一緒にサポートしてくれているアルバムがありまして、うん、そこで、そこに入ってます、そこに入ってます、ね、はい、だからもしかしたらそれね、初めて今日聞いたかも。あ、本当ですか、もしかしたら、ありがとうございます、兄さんの前で初披露、そう、ね、10年以上前からあるんですけど、ね、あるんですよ、びっくりしたよ、あの兄さんの前だとなんかバーンってやるから、あんまり、あ、やんないのか、バラードやんないのか、バラードはね、なんか意外とアップテンポの曲今までやってくれてたからね、そう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 、だからその前の俺のあの携帯忘れて MC がなければさもっと泣けたんだけどさ、あれで俺冷やせてしちゃった、そう、そのね、お茶目だね、でもね、そういうところもね、もういよいよ知ってもらうね、段階に来てると、いいですか、うん、お茶目ちょめ、うん、お茶目ちょめ、お茶目ちょめ、おちょめな感じ、おちょめおちょめで、そっか、うん、じゃあもう2018年おちょめでいくわ、おちょめなところも、うん、おちょめ宣言しちゃうわ、ん、ね、そっか、ありがとうございます、はいはい、で、最後にやった曲、はい、これ何、新曲、新曲なんです、はい、タイトルは、ま、ネクストエグジットという、ネクストエグジット、はい、だから次の出口ですね、あー、なるほどなるほど、直訳どこなのか、それはいつだって実はあるんだよって、もうすぐそこにあるんだけど、あとは動くだけよ、そう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 、という飛び出すだけよ、いいね、かっこいいね、今の自分たちに向けてもね、そう言ってる曲、いやいや、そんな感じもでもやっぱりしたね、あ、本当ですか、うん、やっぱこう、はい、ワンマンもこれからあるし、はい、自分たちのこうパワーをこうね、自分たちに向けて、はい、
充電してる感じも、はい、あとはケツ叩いてる感じもするし、そうですね、図形をタータークそのままなんタータークあいつとか業界用語使わなくてもいいかなっていう気がするうるせえな本当に、うん、ずっと俺の中で流行ってるんです、あその業界用語、 C 名ターベイに行こうかC 名だけなの、 C 名だけなんだターベイに行こうかってだけないせっかく今その曲のさギター褒めようとしたのにさ、おうおうおう、その気なくなっちゃったもういいっすめちゃめちゃだってギターかっこよくないあれ、これねできた時にね、お、うん、来たんじゃねっつってすごいかっこいいよね、あざます正しくうめえと思って、いやもうあれ必死ですあれ、ね、あと指すごい開くじゃない、ああの開くとかありますね、で、あの感想でさ、はいはいはい、デンデクデンデンデクデンデン、はいはい、で俺ちょっとバラ加えてカルメン踊ろうかと思ってそうそうそうそんな感じでしょ、イメージイメージイメージ、アウトロもそんな雰囲気だよね、そうですねそうですね、ちょっとカルメンっぽい、カルメン、いやかっこいいよね、新たな一面を見れました、ありがとうございます、本当にスタジオライブお疲れんこでございました、さあということでオープニングでも言ってましたけれども、アナヒルズ、はい、この番組は約8ヶ月ぶりぐらいということで、はいはい、今年はどんな活動してました、特に、うん、結構いろんな場所に行って、うん、歌わせてもらうことが多かったなっていう、確かに確かに2017年、特に2人でね、特にツイッターとか見ててもあ、うん、今日はこっちいるんだとか、はい、こっちにいるんだとか、うん、結構あったよね、はい、はい、結構西の方へ、西の方行ってたのか、お隣同士でもいろいろ行ったり、はい、スーナーズとも回ってたよね、はい、そうですそうですそうです、兄弟デュオの ね、スーナーズという、うん、でなんか手話パフォーマーの方と一緒に回ったりとか、はい、でなんだっけ、長野の新聞載ったんだっけ、はい、そうです、あ乗りましたね、すごいよね、はい、あれも嬉しかったですね、はい、うん、あの告知なのに大きく取り上げてもらって、そうそう、あれ普通さ新聞でさ、うん、やりましたよ、そっかそっか、取材されるじゃないですか、普通事後報告か、うん、そうだよね、あった、ね、だけどやりますをね、乗っけてくれたっていうのは、うん、いやいやすごいありがたい話、それだけ地元で押されてるってことじゃないの、ありがとうございます、ね、本当にありがとうございます、でいろんなこうね、東京以外の場所でも、はい、やって何か思い出とかある、やっぱね、うん、地方行くとやっぱりご飯ですよね、やっぱこれが楽しみだよね、うん、地のものを食べるという、だからちょっと 1. 点何キロ分ぐらいね、うん、ちょっと太って毎回うダメじゃん、ダメじゃん、ね、それを燃焼するぐらいのライブしようそうそうしてるんだけど、うん、その後に食べちゃうからほら食べちゃうから ね、で静岡に行ったんですけど、うん、そうそう、思い出のちょっと特に思い出のグルメを、俺あのほら海鮮丼、海鮮丼、はいはい、あの僕ら山人じゃないですか、そう、あ知らない、あ山人ってあれはないか、でもチョメキチもマコナルクスですけどやっぱ山梨 で海なし県ですから、海なし県でいるもんで、そのなんて言うんだろうな、海の近くで取れる、うん、その新鮮な、うん、魚介類をふんだんに使ったね、うん、丼がこれいくらすんのって思ったら結構安いんですよ、そうなんですよね、やっぱり産地直送だからね、1500円ぐらいでかなり、ね、値段が安くね、東京だったら相当するよね、いや多分これ3000オーバーだなっていうようなやつがすごい安い、2000円以下ぐらいね、いかない、うん、いいな、でそれがすごい美味しくてね、覚えてますね、うん、いややっぱこうだからその土地の食べ物とともにね、ツアーの思い出も残ってるという、そうですね、だからそのスーナーズとのもう、うん、あの回ったそのミュージックサインミュージックサークルツアーっていうのが、うんうん、はい、その手話パフォーマンスの三浦さんという、はいはいはい、三浦剛さんという方と回ったんですけれども、うん、耳の聞こえない方、はい、まさに、うん、あのろう者というんですかね、うん、はい、の方、耳聞こえない方がライブに来るわけですよ、あなるほどそうなんだ、ね、それって考えられます、考えられます、僕ら音を届ける方だから、うん、そうだよね、考えられないこと、考えられない、うん、それ最初ドキドキしちゃって、うんうん、そりゃだって伝わるのかなって、うんうんうん、もう感じたことのない緊張、はい、だけど、うん、だけどですね、やっぱその手話パフォーマンスの三浦さんもいて、うん、で、あの僕らの歌がその聞こえない人に届くっていうことがあった時に、うんうんうん、また一つこうなんていうのかな、あまだ全然俺たちのやってた伝え方はまだ足りないんだなとか、うん、そう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 、もっと表現だから顔だったり、うん、モーションだったり、うん、で届けなきゃいけないんだなっていうふうに思ったりと か、だから歌詞の意味は手話パフォーマーの方が伝えてくれるから、うん、僕らは音じゃないところでもそこの表情だったりとかね、でもそういうのがその終わった後に、うん、まあ、訳してもらったんですけど、うん、伝わったってこう言っていただいて、はあ、いいね、でその方も結構その自分が変な発音になっちゃうから、うん、あんまり喋りたがらないんですけど、やっぱその怖い、ね、うん、怖いね、ライブ終わった後は僕らにそれを伝えたいから、うん、言ってくれるんですよ、喋ってくれるんですよ、ただ僕も伝えたい、僕も伝えたいんですよ、うん、すげえありがとうって、うん、まあ、ありがとうは覚えましたけど、うん、このありがとうって言うんですけど、この手話を覚えて、うんうんうん、であのそれはと
ずっとそればっかりやってるんだけどだけどまあ、そこでね、新たにその僕らが伝えなきゃいけない、うん、その世界がまた広がってっていう年だったのかなっていう。いや、だからさっきのね MC にもつながるんだけど、はい、そのロックっていうのは、うん、あらゆる枠を超えることで、超える、うん、で今のもある意味それにつながるよね。そうなんですよ、そうなんですね。結局 耳の聞こえない方、不自由な方にも伝えるロックはあるはずだと、うんうん、あるんですよ、いうことだよね。いや今だからちょっと鳥肌立ったわ。もう本当に自分たちが感動をいただいているという、そうですね、ライブで感動を届けに行っているなんていうのはおこがましいなと。こちらがいつもこう、そうね、ライブで感動させてもらってるんですよね。お客さんのイエーイに、イエーっていう歓声が、うん、嬉しいです。いつもありがとうございます。いや、本当だよね、はい。でもそれがね、またこう自分のパワーになって逆にこの曲として表現して、はい、まあ、いい意味でこうサイクルが、はい、ミュージックサイクルですよ。そうですね、本当に。本当の意味での。いやいや、でそんな、今年1年、はい、いろんなところを回ってきたアナンヒルズ、うん、はい、今月いよいよ集大成のワンマンがありますね。あります。ちょっと詳細を発表していただいていいですか。あ、もういいですか。言っちゃってください、はい。来る11月19日日曜日、青山リズムという比較的新しいライブハウスなんですけども、はい、青山1丁目駅から降りてすぐなんですが、青山リズムで我々のワンマンショー、アランヒルズのワンマンショーです。プレーンプラネットというワンマンを開催いたします。やられたー。いや、素晴らしい。はい、もうね、18時オープン、19時スタート、うんうんうん、で今回はですね、うん、我々今までのワンマンライブ、うん、何回かやらせてもらってるんですけども、ミンさんにも見てもらって、はい、昨年はねブリッツとかもやらせてもらったりとかしてるんですけども、うんうん、2人だけ、はい、それでプレーンが出てくる、はい、タイトルのプレーンプラネット、だから直訳するとそのままの星。なるほどなるほど、そうなんですね。それをちょっと開催します。座席のあるゆったり楽しめるライブになってますんで、ぜひ足をお運びいただきたいなと思っておりますけども、ね、はい、ご予約はどうやったら。僕らのホームページ、うん、アランヒルズでカタカナ検索でも大丈夫ですし、出ますね、何かしら双子でテンパで左利き、あ、それでも出てくるんだ、まあ出ますね、それでも、ね、結構引っかかってきたり、僕らの井出匠、井出忠、はい、でもそれでも、はい、引っかかってくるんですけども、ホームページからアクセスしていただければ、はいはい、予約できるようになってまして、うん、まだあと数10枚ぐらいあります。あら、まだまだ大丈夫です。余裕が来てください。だから来てください、本当にみんなね、余裕かまして予約くれないですよ、ね、余裕かますのよもうね、本当に嫌なパターンで、ね、あるでしょ、うん、ビューチの時もあるある、あれまだこんだけあるけど、そうそうそう、みたいな時にあるよ、バタバタバタって最後ね、みんなだからもうこたつでみかん食べてる場合じゃねえよと予約を先にしてくる。そう、ね、あとですね、はい、E プラスの先行チケット一般発売がですね、うん、E プラス終わりました。終わりました。割り当てられてるのが終わりまして、はいはい、おかげさまで、はい、で、あとローソンチケットとピア、うん、はい、ピア、うん、その先行チケットになってまして、うん、だから早く入場したい方はプレイガイドでお求めいただいて、うん、ねえ、はい、だってもそれでも7枚ぐらいです。あと、あ、そうですか、はい、こちらはね、あとはもう僕らの手売りの売らなきゃいけない手売りのやつなんですけど、まだあります。じゃあプレイガイドが残り少なくて手売りもあるということで、ちょっとね、ぜひ来ていただきたい。チョメ吉もね、うん、ちょっと、はい、お兄さんの方派遣しますから。あ、そうですか、マクニーさん、マクニーさんが来てくれる。ありがとうございます。ありがとうございます。お世話になります。私の気持ちを託しておきますので。ありがとうございます。ロリカでございます。さあ、ここでですね、ファンの方から質問が入っております。チョメチョメネーム、みりんさん、はい、いつもありがとうございます。ありがとうございます。アランヒルズの二人きりのワンマンに対する意気込みを教えてください、うん、と、なるほど、いうことですよ。ただし意気込みですね、うん、今年はだから本当にね、二人でやったライブが多くなってまして、うんうん、その中で、新曲もたくさん作っておりまして、いいね、うん、今日披露した新曲もそうですが、うんうん、他にもたくさんありまして、うん、それと、それをこう放出する日でもあり、うん、今までこう歩んできたそのアランヒルズの道のり、奇跡の奇跡を表すライブにしようと思ってるんで、うん、16年目だっけ、ええ、はい、16年の奇跡と、はい、また新しい、またアランの顔を見せるということで、はい、そういうライブにしますので、ぜひよろしくお願いします。リンカでございます。いや、でもね、本当2人のプレーもいいと思う。今日のライブ見てて思ったんだけど、どうですか、うん、ほら、ね、昨年のブリッツではああいうバンド従えて、はい、あれももちろんいいけど、
やっぱり2人だからこそシンプルに伝わる言葉、はい、メロディー、はい、で、2人のコーラスもあるし、あと今日聞いてて思ったのが、例えばイントロで2人がさフェイクでこう、はい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 、言ったりするじゃない、はい、あの歌詞になってない、うん、あれってそうフェイクってでも2人でそこもハモってたりするじゃない、はいはいはい、だあれだからビューチフルズって言ったらあれブラス隊だなと思った。そういうイメージです。そういうことなんですよ、はいはい、今日聞いててあこれブラス隊なんだな、うん、アランヒルズなりのっていうのがあるから、だからもちろん2人でアコースティックなんだけどもう十分バンドのアンサンブルもその中には入ってくるんだよね。そんな褒めてもらっちゃうんですね。またハードル上げるんですね。そう、またハードル上げますよ。そうなんだよな。もう必殺褒め殺しでございますよ。俺らの先輩特許なのに。そう、僕らも褒めんの超好きなんですよ。褒めんのが好きなんです。だっていいところをいいですねって言えるほどいいことないじゃないですか。そうそう、だからすげえ褒めるのは好きなんですけど、褒められ慣れてない。慣れてない。逆に何も言えなくなっちゃった。そうね。ありがとうございます。皆さんぜひとも見に来てください。ヤロリンコです。お願いします。さあということでですね、番組もそろそろ後半戦ということで、あっという間ですよね。まあ、あっという間なんですよ。本日のここでおたよりんこ。おたよりんこ行きましょう。さあ今日はですね、まあ、なんといっても双子のアランヒルズがゲストということで、はい、今日のメッセージテーマなんですが、うん、兄弟または姉妹との思い出、後ほど2人にも聞きたいなと思っておりますけれども、はい、まずリスナーさんからのメッセージどんどん読んでいきます。はい、ちょめちょめネームルミさん、ちょめきちさん、ちょめばんは、ちょめばんは、ちょめばんは、私は、3姉妹の次女です。うん、小さい時に友達の家に行くと、友達にはお兄さんがいてすごく優しくてかっこいいお兄さんだったので羨ましくて、うちに帰って姉に話すとなぜか怒られました。2歳しか離れていなかったのでよく理不尽なことで怒られました。今でも姉は怖いですと。なるほどね。なんだろう、お姉ちゃん的にこうもしかしたら面白くなかったかもしれない ね、 ね、私優しくないのみたいな、何よそのお兄ちゃんばっか褒めてみたいな、ね、でもまあそのあるあるですよね。その、うん、僕らもあの上だし、うん、上があのなお兄ちゃんお姉ちゃんいないから、そうだよね。だからすごい憧れるよね。 あります、あります。だからさ、うん、やっぱ隣の芝青く見えちゃって、もしかしたらそのお兄ちゃんもね、その兄弟の中では意地悪なのとかもあるかもしれないけど、うん、ほらこの友達に見せる顔優しいから、そうね、憧れちゃうよね。憧れちゃったりね、それはあるわな、ね、うん、はい。続きましてちょめちょめネームあじゃさん、はい、ちょめきちさん、たくみさん、ただしさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。私には兄と妹がいますが、今日は2歳下の妹とのエピソードです。はい、私が高校2年生の冬、中学3年の妹が私と同じ高校を推薦入学で受験しました。うん、面接試験を終えた先生方が職員室で、うん、私と妹がそっくりだと話していたそうです。あ、なるほど。そこへ何気なく通りかかった国語の先生が、はい、何、妹ですか、そんなにそっくりなんですか、うん、双子なんですか。双子で2学年違ったら大事ですよね。かっこ笑い。その後この国語の先生は妹の担任になり、妹に姉ちゃんそっくりだを連発していたそうです。チョメさんはご兄弟と似ていると言われますか。たくみさん、ただしさんは逆に双子だと信じてもらえなかったことはありますか、ということで。確かにこの国語の先生天然だよね。天然ですね。双子で2学年違ったら中学で2学年ダブってますね。ダブってダブですね。どんな不良だよ。義務教育で義務教育ダブル、2年ダブルってのはなかなかないよ。でもあの双子のように似てる、うん、あの姉妹とか兄弟いますよね。いらっしゃいますよね。やっぱいますか。ちなみにチョメ吉はね、兄貴と全然似てないんですよ。あ、そうですか。似てないんだ。写真見たいです。ね、コントだからいつか見れるかもしれないよ。ビューチのライブとか来れば。あ、そうですよね。ね、来てます、来てる時もあるかも。あるかも。ね、最近ね、うん、あのね、ももクロとかね、あ、ももクロが好きなんだ。そう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 、そっちに行っちゃってるからね。ビーチ岬見に来てくれないんだよ ね、 だね。昔村下コードが好きだったのに、ね、村下なんでそこからももクロ行っちゃったのかな。どういう振り幅、どういう振り幅なの、わかんないよ ね、 ね。でもももクロの中ピンク、ある意味ピンクいないからいいよね。桃色だからね。桃色さんがいるから、ね、うん、桃色クローバーなんちゃらなんちゃらがいるね。ちょめちょめがいるから、ちょめちょめが、桃色クローバーちょめちょめ。ちなみに2人はどう、その逆に似てないって言われたことがあるの。あのね、うん、あの僕らはずっと35年間双子で生まれているので、うん、あのいろんな方に、うん、双子として会うじゃないですか、うん、そうするとあのすごい似ててどっちかわからないっていう人、うんうん、人と、はいはい、え、全然似てないね、はいはい、分かれます。
これね、でもなんでかだんだん分かってきたんですよ。どういうこと？あのね、フォルムで見てる人と人のことを、はいはいはい、あのこう V でちゃんと目とかをオーラで見る人、こうなんか雰囲気とかで見てる人、雰囲気とかで見る人は全然似てないねっていう。そうそう、確かに真逆で、ただその見た目のフォルム、このあの、ね、天然パーマとか、そういうところでこう人を見てる方はもうどっちかわからな い、確かに背丈とかも一緒だもんね。そうですね、ある程度一緒ですからね、うん、でも確かに雰囲気で言ったら匠くんはどっちかっていうと、はい、ちょっとこうなんだろう、理屈派というか、うん、そうね、そうです、ちょっと頭脳派、頭脳派というか、うん、はいはいはい、で忠志くんは、はい、まあ頭全く使ってなくてもう全部ハートそうそうね、感情で ね、うん、そうですね、全く違うもんね、うん、だから確かにどう見るかで違ってくるかもね。そうですね、だからその人、だから例えば女の子とかで、うん、やっぱ似てるねって言われつしちゃうと、あの恋愛対象じゃないんだなって思 なっちゃうんですよね。要は我々的にも残念っていう、あのフォルムで見てんだなみたいな、そこでも判断しちゃう、あの人間としてこうなんていうのかな、はいはいはい、人としてこう向き合ったら全然違うぞ、はいはいはい、あ、なるほど、そこで逆に受け手としての判断もあるんだ、うん、そうっす、面白い、ね、だからすごいちょっとお気に入り、まあ2人がね、うん、あ、可愛いなと思ってる子に、うん、似ててどっちか分かんないって言われたら残念。なるほどもうアラン君的なここでもうもうダメなんですよ。もうそれこそダブっちゃうんだ、試験落ちちゃって。もうなるほど、うん、あの受けてもない試験に落ちてるんですよ。落ちちゃってる受けてもねえ、あっちは受けてないからね、向こうは受けてない、勝手に落ちちゃってるっていう。そうそう、なるほどなるほど、そういうこともあるんだ、ちょっと面白いね、はい、さあ続いていってみましょう、はい、ちょめちょめネーム、あっちゃん。あっちゃん、うちは9歳上の兄と3歳上の姉と私と3人兄弟、ほうほう、ね、兄と姉は仲が良く、うん、兄と私はよく喧嘩しました、うん、口の立つ私に腹を立て兄がぶつ、うん、負けじと私がかきむしる、あげく、ママお兄ちゃんが叩くと言いつけ、うん、母に叱られる兄、うん、私に傷まで負わされて、うん、踏んだり蹴ったり泣き面に蜂な兄でした、ということで、そうか、こういう時お兄ちゃんはお兄ちゃんだからもうダメっていう、そりゃそうでしょうな、まあそうね、しかもだって9歳下を殴っちゃうってことは、ね、だって小学校2、3年生がの時に生まれた子ですからね、うん、そうだよね、もうある種もうしつけに近いんじゃないですか。そうかもしれない ね、うん、でもこういう時は逆にかなり年下の妹ちゃんは口が立つけど、はい、こういう時逆にお母さん味方にできるんだね。そうですね、だからやっぱ末っ子とかって、うんうん、あのすごくやっぱ強いですよね、そういった意味では。そういう意味でチョメ吉も末っ子だから、あ、そう、結構得してましたよ、あ、ね、弱いこぶっちゃって、弱いこぶっちゃうんです ね、 ね、そうしとけば結構ね、守ってもらえる。そうなんですよ、そうか、そう、おちらダブルお兄ちゃんだからね、ダブル長男だから、そうか、そうだよね、さらに下がいるんだもんね、はい、そうですね、そのあたりもちょっとじっくり聞きたいんですが、うんうん、はい、もう一つ行ってみようかな、行きましょう、はい、チョメチョメネームは地図さん、はい、はい、弟が一人おりますが、子供の頃は姉は絶対強者、うん、弟はひたすら服従というお約束の関係性でした、うん、スヌーピーのルーシーとライナスのようによくプロレス技をかけて泣かしたものです、うん、お姉ちゃんなのにそれでも弟とは、うちの裏山で一緒に秘密基地を作ったりしてよく遊びました。ある日一人で秘密基地に行った弟が泣きわめきながら帰ってきました、はい、どうした？いわく骨折りゾンが出た、なんでも骨がバキバキに折れた老人のゾンビだったそうですが、正体は分からずじまい、うん、あれから何十年経った今でも弟は固くなに、あれは確かに見たと、骨折りゾンだったと譲りません。幼かった弟が見たのは一体何だったのでしょうねと。骨折りゾンって言葉がありますけどね、骨折りゾンのくたびれもきとかよく言いますけど、ね、このネーミングセンス、骨折りゾンビ、あ、だ骨折りゾンビの美が抜けただけなんじゃないの、うん、骨折りゾン B だ、単純にそれが怖くて美が抜けちゃってたのかな。骨折りゾンだよ。何がだよ。何がだよ。どっちだよみたいなね。何の骨折りゾンなんだよ。そうそう、うん、でもお姉ちゃんも未だに何十年経って今聞いても大人のお父さんが言ってるってこと、なんだろうね。いや、なんかあるんですよね。なんか本人の中では若い頃に、うん、ちっちゃい頃に見たことあるよね、うん。俺たちもその心霊体験じゃないけど。うん、ああ、そっか。まあ俺らもあの、うん、そのね、秘密基地って出たけど、うん、それ山にね、うん、近くの山に作って あったんだ ありました、でそれがまあ楽しくて楽しくて、うん、で今僕らあの一緒に音楽やってるじゃないですか、うん、これ結構通じてるんですけど、うん、その時に秘密基地作るじゃないですか、うん、で仲いい友達がいるじゃないですか、うん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 、で呼ぶんですよ、そうできたら秘密基地にね、そう、うん、お前はもう呼んでもいいよってなるほどね、そう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 、はいはい、はい、で呼んで見せる時の楽しさっていうのかな、うんうん、そこでできるその仲間の感じとかが、うんうん、その
今僕らがね音楽やってるね全てのモチベーションなんですよ元だね元それはあるかもそれが単純楽しかったんですよだから俺ら今曲作って、うん、このスタジオにこもってね秘密基地で作ってね、うん、でそれをあの違う秘密基地のこういう場所にね呼んでね見せてね、うん、どう楽しくねっつってやってるの変わんないんだなと思って、うん、そうかもね、うん、だってさあの冷静に考えると自分で曲作って人に発表するって、うん、ちょっと恥ずかしくもあるじゃない、まあ、まあそうあれ本心をあの普通に、うん、考えればね、ねうん、だけど、うん、俺の本心をお前には見せるよっていう意味ではファンの人との共有体験は、うん、その秘密基地と似てるわな似てますよねシークレットベースですねそうそう君と夏すぐねそういうねいいの脱線しなくて時間があんまないんだよねそっかそっかそっかじゃあ最後一つだけ読んでお便り終了かな、はいちょめちょめネームみりんさんはね小学生の頃毎年のように、はい、年末から年始にかけて祖父母のお家に泊まりに行って、はい、そのまま親戚一同揃って、はい、新年を迎えていたのですが大人たちが、うん、徹夜の麻雀徹マン徹マンね、はい、徹マンをするために子供たちは就寝時間がなんと8時早っ早っなので紅白歌合戦を最後まで見たことがありませんでしたかわいそうじゃあそのみりんさんの家では紅白も流れなかったと、うん、ああってるから、うん、あ見れないはぁ何で親たちは好きなことやって ねでもチョメキシなんて年に1回唯一深夜まで見ていい日が大晦日、うん、大晦日ね、あとは早く寝ろって言われたけどやっぱり紅白紅白はですよ、ね、で行く年来る年見て除夜の鐘ついてあの聞いて聞いてねっていう、それすら奪われちゃったのあらららら。でもだけどそういう辛い体験を兄弟としたっていう、うん、まあでもそれがいい思い出です。ああそっか、お年玉がね、それを楽しみに寝るということ。それはそうや、なるほど、なるほど。いやちょっとね時間が迫ってまいりましたので、はいはいはい、この後は先ほどのオープニングでも言いましたけど、はいはいはい、ちょめちょめクラブアフターの方でアフターのちょっと読み切れなかったやつは紹介しますので、はい、皆さん楽しみに待っててください、はい。ということで、そろそろエンディングなんですけど、お早いですねやっぱりね、早いね。アランヒルズのさっきのワンマンライブ、はい、もう一回ちょっと詳細いこうか、おさらい。はい、わ、うん、かりました、日時は11月の19日、うん、日曜日となっております、はい、場所が青山リズムというライブハウスです、はい。18時オープンの19時スタート、うん、で料金は3500円とドリンクという形になっております、はい。この日ちょっと盛りだくさんでやっていきたいなと思っておりますので、うん、ぜひ足をお運びください。よろしくお願いします。さあではですね、私さくらちょめきちのバンド、はい、ビューチフルズのライブ情報もここで、はい。来年の1月8日なんですけれどもね、月曜日祝日成人の日に、うんうん、福和内プレゼンツ出た新年会ライブ2018出た、こちらが吉祥寺プラネット家で開催。出た出たもうね福ちゃんといえば出たって出たですけども、オープンが15時半、スタートが16時、入りが3000円プラスワンドリンク、はい、当日券3500円プラスワンドリンクです。はい、出演はビューチフルズ、はい、ミサイルイノベーション、佐々木治バンド、出た中尾雄介さん、おザ・マスミサイル、おいマリンボトル、いえマスミサイル、マスミサイルでした。マスミサイル兄さんとマリンボトル、やべー、すごいでしょ。あと児玉優衣さん、優衣ちゃんね、はい、ということで盛りだくさん、アラン君が出ないのが残念ですけど ね、ちょっとね多分ね中尾さん入れて、うん、マリンボトル入れたから、うん、アランがもうな、もういいかなっていいかな、もうあいつらいいかな、ここで俺らだったら熱すぎたな、あのしかも俺ら行っちゃうとね、あの身内ネタ、身内感がね出すぎちゃうから、ここで、ね、中尾さん来て、うん、マスミサイル来て、で新人優衣ちゃんが入る。いやちょっとだからまあどうなることやらって感じですけど ね、ビューもうビューチがもう全部こうまとめなきゃ、まとめ役じゃないですか、まだですよね、出てないですよね、順番はね、順番出てないんだけどね、でもまとめ役ですよ ね、そこではそうなっちゃうかね、うん、まあ、いや元気者のビューチフルズなんで、はい、遊びに来てくださいね。やらりんかでございます、はい。じゃあねもう残り時間少ないんですけれども、はいはい、この後アフタートークを取りまして、はい、11月6日から、はい、1週間リピート放送をいたします。はい、23時半から24時までなので、はい、ちょめちょめクラブアフターもぜひ皆さん聞いてください。そして次回の、ちょめちょめクラブ本編は、はい、12月6日水曜日、うん、ゲストは東京ファンキードールズの皆さんですので。あ、ファンキードールズ知ってる、なん知ってる、あのアフロの、アフロの、ね、俺らのお仲間の、そう、あの彼女たち もう赤坂ブリッジでワンマンやったりしてますからね、うん、見たチラシ見て、そう、なのでちょっといろいろ話を聞いてみたいなと思います、はいはいはい。ということで皆様ね、次回までごきげんよう。バイナリンコー、バイナリンコー。
長かな。あと3秒。